日本神奈川県川崎市、武蔵小杉武蔵小杉駅世田谷区洋画から見た武蔵、小杉のマンション群武蔵小杉は、神奈川県川崎市の武蔵小杉駅を中心とした地域の通称である。中原区の区役所が置かれ、同区における行政及び商業の中心地となっている。小杉町を中心に、周辺の小杉陣屋町、小杉御殿町、新丸子町、 新馬利子東、中馬利子、下沼部市の坪などが含まれる。川崎市のほぼ中央に位置し、東京都心から電車で20分ほどの距離にある。超高層住宅の集積度は、全国有数で人気の住宅地となっている。人気の主な要因としては、鉄道の利便性の高さにある。横須賀線、湘南新宿ライン、相鉄、JR 直通線。 東横線、目黒線と東京都心に向かう路線が5系統あり、いずれも優等列車停車駅となっている。商業施設も充実しており、中原区外からも買い物客を集めている。玉川、轟緑地に毛量用水、中原平和公園などの緑地にも恵まれており、生活環境は良好である。人口の急増により、かつては朝のラッシュ時間帯に、 ダイヤ乱れ等が発生すると、武蔵小杉駅新南口改札に入場待ち列が見られることがあり、各種メディアに報じられた。この問題は2018年4月の改札寄贈説により解決され、さらに横須賀線ホーム新設が JR 東日本と川崎市により進められている。東西方向に走る JR 南部線と南北方向に走る東急東洋湖線。 目黒線が十字に交差しており、分割される地区ごとで違った性格を持っている。駅北側の東横線沿いには、古くからの繁華街である新丸子駅周辺から、連続する個人商店が点在している。駅西側は日系療養水が流れ、住宅地となっているほか、区役所や警察署保健所などの行政施設がある。南西地区には、 厚生通り商店街などがあり、工場地帯に隣接する庶民的な雰囲気の地区として飲食店や風俗店やパチンコ店舗もあり、武蔵小杉で最も商業が盛んな地域となっている。南東地区はかつては工場地帯であったが、大規模な再開発事業が行われて風景が一変している。新しい商業施設が多い。 津奈島街道は2車線の狭い道路だったが、再開発と連動して拡幅され広い歩道のついた4車線道路になった。江戸時代、この付近には中原街道の小杉塾が置かれ、二家両用水から取水した水田が広がっていた。明治以降も大きな変化はなく、田園地帯であったが、1927年に南部鉄道、1929年に、 東海道貨物線が建設されると、武蔵小杉一帯は、工業用地として注目されるようになった。特に電気や自動車など、当時まだ新興産業だった企業が多く進出した。日本電気玉川事業場や三菱、普装川崎工場、武蔵中原駅近隣の富士通本店、川崎工場などは稼働中であるが、工場の閉鎖、または移転により、高層住宅や、 商業施設になった例も少なくない。ちなみに東京横浜電鉄のかつての駅名は工業都市駅であった。南部鉄道の駅前には大手銀行の運動場があったためグラウンド前駅である。太平洋戦争以前、この一帯で商業の中心として栄えていたのは中原街道に近い新リコ駅周辺であった。2010年3月13日に これまで JR 南部線武蔵小杉駅付近を通過していた横須賀線、湘南新宿ラインにもホームが設置され、停車するようになった。また、2013年3月16日から、東急東横線と東京メトロ副都心線、西部池袋線、東武東上本線との直通運転が開始され、2019年11月30日からは、 創鉄 JR 直通線の運行が開始されるなど、交通結節点としての役割が大きくなってきている。八百八十九年の町村制施行時点で、吉祝郡中原村の所属であった大麻小杉は、自治体の合併により九百二十五年に中原町、九百三十三年に川崎市へ所属を変え、九百四十三年に大麻小杉は小杉町、 小杉御殿町小杉陣野町新丸子東の一部となった。それ以来大技としての小杉に該当する地域は存在しないが、川崎市による陶器場は町長名としての小杉が残存しており、郵便番号も211-0061が設定されている。JR 東日本4路線、東急電鉄2路線の、京六路線の列車が発着する。 横浜、東京方面に加え、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県にも乗り入れ、関東広域を結んでいる。津波島街道、府中街道、中原街道などがあり、拡張工事が行われている。武蔵小杉の名称は、1927年に南部線の駅が開設される際に初めて付けられたものである。当時、富山県には小杉駅がすでにあり、 区別のために、旧国名を置いた、武蔵小杉とされた。この地名は定着し、発音上も、武蔵小杉と一語の固有名詞として表される。地元住民を中心に、武蔵を省略して単に、小杉と呼称されることもあり、若年層などには、小杉と後ろにアクセントを置いて呼ばれることもある。武蔵小杉地区の再開発にあたり、川崎市が、 ミューザコという愛称を命名したものの、地元では、小杉と呼ぶことが多く根付いていない。東京都側の多摩川河川敷から望む高層ビル群、川崎市は、武蔵小杉を、川崎の第三都心に指定して、十小位が整った、コンパクトな街を標榜し、東西南北各エリアごとに再開発と交通インフラの整備がまとめて、計画的に策定された。 駅周辺の3ヘクタール以上の工場跡地や、グラウンド跡地では、超高層マンション群が建設されている。また商業施設として、グランツリー武蔵小杉が開業している。再開発後、著しく地価が上昇し、数も首都圏住みたい街ランキングでも4位、5位、6位、9位と上位をキープしている。事業主は、再開発組合の予定。 2019年度完成予定。小杉に関するカテゴリー。ありがとうございます。